た、久しいな。ちょうどいい、ちょっと協力してくれねえか。あんたの手を借りて。ほら、この前見逃してもらったヌスットだよ。あんたの腕を見込んで頼みたいことがあるんだ。前に話したと思うが、俺は盗んだ金を皆に配っているけど、大勢を助けるにはまだまだ足りねえ。そこでだ、強欲な役人の屋敷に忍び込んで溜め込んだ金をがっぽりいただこうって寸法さ。皆のため一緒に屋敷から財宝を盗み出さねえか。かの義賊ネズミ小僧の話は聞いたことがあるだろう。たった一人で江戸の民のために盗みを働いた男さ。ここのところ江戸もきな臭くなってきた。こんな時にこそ希望を分け与える義賊が必要なんだ。ありがてえ。よし、それじゃあ闇夜に紛れてことをなすか。思った通りたんまりだぜ。どうせ汚えことをして稼いだ金なんだろう。よし、これだけあれば十分だ。さっさとずらかるぜ。
なんとか切り抜けられたな。あんたがいなかったら危なかったぜ。それで奪った財宝だが、ありがとうよ。任せてくれ。あんたが協力してくれたって皆に伝えとくからな。さて、新手が来る前に退散するか。あんたが仲間になってくれてよかったぜ。俺はこれからも民のために盗みを続ける。もし敵として出くわしちまったら、その時はお手柔らかに頼むぜ。